顔満開、闇を照らす桜吹雪、まいまいこと前川さくらです。今日は初めての Vlog 的なものを撮ってみたのでやってみたいと思います。結構私素だよ、はい、バリバリに素だと思うんで、よかったら最後まで見てください。それではどうぞ。今日は柴又に来たよ。今から神社に行ってみたいと思います。行ってみよう。手を洗いたい。今お参りしてきたんでおみくじ引きたいと思います。大吉しか勝たん。どうやって開けんだろう。開かないんだけど。よいしょ、ポカ。はい。もう手際の悪さよ。よいしょ。パン。おみくじガチャ。今日でした。やばいんだけど。何？なんで引いた？やばい。願望叶わず。闇人。何これ？わかんない。何これ？待ち破る。待ち人来らず。やばい。なくし物出てず。縁談バロシって何？笑われてんだけど。どういうことよ。やばくない？こんな、絶対黒マジで。じゃあ、取りたいと思います。あっちあっち。いや、これは、逆に言うと、今日だから、伸びしろがある。そう。私には伸びしろしかないから、いいんだわ。そう。大吉引いちゃったらさ、もうそれ以上上に行くことってないから、いいんだよ。伸びしろしかない。ポジティブに考えていこう。よいしょ。はい。はい。何？結んだ。これからいいことがありますように。うなぎを食う。行くぞ。腹が減った私は。今日なんて吹き飛ばす。このね、季節のランチコースっていうのを頼んだよ。なんかいろいろあるっぽいんで食べるの楽しみ。お腹いっぱいになってくる。後ほど。昼飲み最高。あ、日本酒頼みました。常温です。いやもうマジで飲みたくて仕方なかった。もうね、酒のあて、つまみ。いただきます。うん、日本酒だ。美味しい美味しい。来たよ、飯がうまい。オープン。おお、うなぎです。めっちゃ美味しそう。テカテカしてんね。何、酒、何、あ、茶碗蒸し、味噌汁、お吸い物です。ごちそうさまでした。すんごい美味しかった。特にね、うな重がめっちゃやばかった。グッド。お酒も飲んで、コーヒーも飲んで、もうこれからお腹いっぱいなのに甘味を食べに行くよ。お腹いっぱい。
甘いもん食べたいんだよね。なんかね、いちごのアイスが好きらしいよ、今日は。アイス、どうしよう。やっぱアイス、待って、日本酒ってあるよ。日本酒アイスだよ。ぶれねえな。いただきます。日本酒だ、すごい。なんかね、ちゃんとね、アルコール 1.2 とか入ってるらしくてね、しっかり日本酒。なんかね、さっき飲んだ日本酒よりもこっちの日本酒の方が好きかもしれない。河内屋でございます。ここはさっきうなぎを食べたお店です。これはアイスクリーム、美味しい。眩しいな。あ、彼氏目線。めっちゃ食いかけなんだよな。今から手を洗うの。何もなかったね。緑と青い空、景色は良い。私は早くこのゴミを捨てたいんだ。どこにもゴミ箱がね。駅に戻ってきました。今日の取れ高はおみくじで今日引いたことです。ご飯は美味しかったです。飲み足りないからこの後酒を飲みたいと思います。終わりです。バイバイ。